シンサーマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今からちょっとパンケーキを食べに行きたいと思います。シンサーマニア TV よろしくです。北海道産 100% 牛乳とか、なんかいろいろこだわりに作ったかな。チョコバナナパンケーキ、甘党の方、お疲れの方におすすめっていうやつと、で、あと私はいちごパンケーキっていうのをやってみたいと思います。これがメープルシロップと、あとメープルバター、いちごソース、これはチョコバナナみたいな、チョコソースで、これは同じメープルシロップとメープルバター食べに行ってきました。味はふわふわでめちゃめちゃ美味しいですね。で、あの値段、まあ、2人で、2400円ですかね、ドリンク300円と、あと残り1000円弱ですかね、1000円弱でパンケーキが食べられたんですが、この値段でこの美味しさができるのは、まあ、すごいと思います。残念な点がですね、なんていうんですか、禁煙席がなくてですね、すごいタバコ臭かったっていうのがちょっと残念な点ですね。で、タバコのせいでって言ったら変ですけど、パンケーキの香りだとかメープルシロップの香りとか、そういう香りが楽しめなかったっていうのが今回唯一の残念な点でございます。で、デザート系のものだけではなくてお食事系のパンケーキもあるみたいなので、次回これを挑戦したいんですが、まあ、またタバコ臭いとちょっとへこむだろうなと思いながらも、まあね、という感じでございます。それでは、はい、チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。